永遠の炎の滝はニューヨーク州のチェスナットリッジパークの一区画であるシェールクリーク保護区に存在する小さな滝である。滝のたもとには天然ガスが放出されている小さなホラー穴があり、小さな炎を形成し点灯している。この炎はほぼ一年中見ることができるが、消えてしまうこともあるため、人の手で再点火を要する場合もある。 永遠の炎の滝は環境保護活動家のブルース・カーシュナーの本、シークレット・プレイセズと What's Weird on Earth に掲載されている。以前はこの地域の名もない観光スポットと考えられていたが、メディアの注目とアクセス経路の改善によって訪問者の数が増加した。滝の人気の高まりは、ゴミの増加、破壊行為、汚染、観光客による周辺の地形への影響など、 いくつかの負の影響をもたらしたが、一方で2012年に近くの森林地帯を開拓してディスクゴルフコースを設置する計画に対する抗議活動の成功に寄与した。インディアナ大学ブルーミントン校及びイタリア国立地球物理学火山学研究所の地質学者は天然の炭化水素浸透から放出される天然ガスが大気中の温室効果ガスに どのように寄与するかをより深く理解するため2013年に永遠の炎の滝を研究した。彼らは永遠の炎の滝のマクロ的なガス漏出は他の基地の天然ガス浸透よりも高い濃度のエタンとプロパンを含有していることを発見した。彼らは滝のガス漏出が1日あたり約1キログラムのメタンを放出していると推定した。この研究者らはまた滝のエリアに 多数の他の微細な漏出の存在を指摘した。彼らは、これらの漏出口から放出されたガスをこの地域のガス位から出るガスと比較することにより、ガスが地表面から約400メートルの深さのラインストリートページ元層に由来すると判断した。地殻変動により、血岩に断層が開き、ガスが地表に到達する可能性があるとされる。2013年の研究に関与した。 ある地質学者によると、漏出の見かけの根源岩は、シェールガスが生成されるこれまで知られていなかった地質学的メカニズムの証拠を提供する可能性がある。通常、結岩がその炭素構造が破壊されてより小さな天然ガス分子を形成するためには、結岩は高温でなければならない。ただし、永遠の炎の滝がガスを引き出す結岩は、 典型的なガス含有結眼よりも新しく浅いことに加えてはるかに低温である。これはまだ実証されていない別のプロセスが結眼中の天然ガスの生成に寄与していることを示している可能性がある。可能性の一つとして考えられるのはより低温の条件で結眼を分解できる触媒が存在することである。ありがとうございます。